沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、ぐすいよちゅうがないみだ、沖縄手帳発行人の前城徳七です。沖縄はもう梅雨も終わって、普通であればもう真夏真っ最中なんですけど、まあ、梅雨が戻ってきたような天気が続いてますね。今年の夏は短いのかなと思いながら過ごしています。また今日も1時間ほどお付き合いください。はい、ゆたさるぐと逃げさびら、聞き手は FM 宜野湾田辺幸です。今日も沖縄愛する国大使をお送りします。さて、番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ターチウチナークイズ、沖縄マニアは腕試ししてね、ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では、皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。クイズのコーナーにもぜひお気軽にご参加ください。メールアドレスは、沖縄手帳@gmail.com、okinawatechou@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで映像と音声も、ネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターもお気軽にツイートしてみてください。またサイマル放送もお送りしております。リッスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から FM 宜野湾を選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM 宜野湾のホームページに再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は三印刷の提供でお送りします。今日の小読み、僕だな。はい、じゃあ沖縄手帳を巡っていただいて、もう1年も半分を過ぎたところなんですけど、はい、今日は7月の9日9日火曜日、赤光ですね。晴天確率は晴れで 50% なんですけど、沖縄はちょっと悪い天気ですね。関心はですね、日野と羊、旧暦は6月の7日、今日の満潮は、これからですね、12時13分、178センチ。で、夕方の18時32分が干潮で68センチになっています。沖縄手帳のですね、左上の季節暦では、沖縄はもう今真夏に入ってまして、6月の24日から7月の15日までが、沖縄の真夏の前半となっております。で、この期間はどういう特徴があるかといいますと、梅雨が終わってカーチーベイという風が吹いて、大体10日ぐらいですね、
その後風がばったりと思って、うだるような炎天下が続いていくと、もう一番大変な暑さなんですね。先ほど旧暦で6月の7日と言いましたけど、沖縄の昔の言葉では6月ティーダ、6月の太陽という言葉があって、とても暑い時期だといくとしんです。例年では今頃が一番暑い時期なんですけど、今年はさほどでもない、天気がまだぐずついているという感じがありますね。で、6月のこの夏の前半が終わると夏の後半というのがありまして、7月の16日から9月の5日頃までなんですけど、この頃は台風がよく襲ってくる時期だということになります。台風が来ると大変ですけど、まあ、それによって暑さも和らぐと、海水もかき混ぜられると雨が降るという恵みの時期でもあるわけですね。まあ、そういうことで、沖縄手帳の今頃にはうだるような炎天続くとありますけど、今はそうではないですね。今日はそれから沖縄手帳の今日の暦を見ると7月9日今日は珍しく何もないんです。やっぱり夏バテなんでしょうかね。7月には結構ね、何もない日にちがいくつかございます。それで、前回は7月の2日ですね、先週が1931日に県内で一番大きなコンチェルといいますか、企業グループの国場組の創業だというお話をしまして、ちょっと終わりきれなかったので、それを引き継いで今日もお話をしたいなと思っております。よろしくお願いします。再放送をお聞きの方は今日は7月14日日曜日です。ああ、わかりました。直しに行きます。じゃあクイズに行きましょうか。はい。うちなクイズ。うちなQ。はい、うちなクイズに参ります。昨日は7月の8日8日で那覇の日、語呂合わせの那覇の日だったんですね。先週の7月の5日はやっぱり語呂合わせで名護の日だったり、その前の6月の10日はどこの日かというと、ムトゥーブ、モトーブの日ってなってるらしいんです。さて、じゃあその那覇のね、飛行場に関する問題なんですけど、もう日本の中の主な空港で一番市街地の中心部に近い飛行場はどこでしょうかってことなんですね。一番近いのはどれかってことです。3択です。3択です。はい、 T 地那覇空港、田地福岡空港、2地函館空港。沖縄も市内に近くて便利な飛行場だと言われてますけど、果たして日本一はどこでしょうかという問題です。 T 地那覇空港、田地福岡空港、三地函館空港。私那覇しか行ったことないのでわからないですね。ゆきさんはね、京都だから飛行場のないところで生まれて育ったんですね。はい、そうです。どっから飛行機に乗るんですか？一番近い空港は伊丹です。あ、伊丹、ね、兵庫の、はい、なるほど。兵庫の伊丹でも1時間半ぐらいはかかります、はい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 、で 関西空港だと2時間半ぐらい、うんうん、神戸空港も2時間10分ぐらい。なるほど。飛行機乗ってる時間の方が短いです。空港に行くのが大変なんですよね、京都は。はいはい、何でしょうかね。あ、ルドルフさんからは福岡空港ではないかってきてますね。あ、そうなんですか、うん、へえ。ルドルフさんからはさっきの6月ティーダで、ティーダカンカンでしょうかって言ってます。そうなんですね、太陽がカンカンって言ってるティーダカンカンのシーズンであるんですけど、今日は雨模様で太陽が出てません。うーん、ねえ、これ梅雨明けて夏にこのまま行きそうだったんですけど、また戻ってますね。戻ってますね。それで空港はどれが一番近いのか、はい、近いと便利ですけどね。便利ですね、うん、遠いところは大変なんですよね、うん、
1時間以上かかったりするのもありますね。うん、さあどれでしょうか。今日は割と簡単な方ですか、はい、今日はスマホな問題だと思いますけどね。はい、はい、ぜひ TeeterMe でお答えください。ツイキャスでも結構です。はい、回答は番組の最後にお知らせします。沖縄手帳発行人の時間。ではまず最初のコーナーに参りましょう。今日のテーマです。沖縄の、財界四天王の一つ国場組について。先週7月の2日が国場組の創業日だということで国場組についてのお話したんですけど、ちょっと終わりきれなかったんでまた続いてということなんです。はい、で県内の方もあるいは県外の方も国場組という名前には聞き覚えがあると思います。国場組は県内最大の建設業者でもありますし、おそらく県内最大の企業グループでもあるかなと思います。また政財界にもですね相当な影響力を持っていまして、身内から一族から国会議員も出してますし、あるいは県内で国場派といわれる政治グループもあると、まあ、政財界に対して強い力を持っているところなんですよね。でその国場組は建設業がメインですけど、去年の県内の建設業のランキングを見てみると、売上高、観光高が359億円で、ダントツなんですね。2位が181億ですからほぼ倍ぐらいの差をつけています。さてじゃあ話を元に戻してですね、その国場組の創業者は国場幸太郎、まあ、沖縄では立志伝中の人物なんですけど、その祖先はもともとは廃藩置県の時に那覇サムレ、那覇の種族だった祖先が那覇から国頭村の山奥に移住した没落種族の子孫なんですね。で祖父と父は種族にとても強いプライドを持ってまして、祖父あるいは父ともに亡くなるまで寒風姿を貫いたと言われてます。これの時のエピソードもちょっとお話したんですけど、都落ちしてやんばるの田舎の山の中のヤードイ集落に、まあ、住まいを定めたんですけど、武士の誇りであるこのちょんまげみたいなやつですね、寒風ですね、沖縄風のちょんまげ寒風、これを着ることだけは接してしなかったと。村役人が着るように言ってもそれを断って村役人と喧嘩になっちゃってまして、村役人が怒って、農具を使わさないと封印をしたら、まあ、貧しい農民であるにもかかわらずそれに対してこんな横暴があるかということで裁判事件まで起こしたと、まあ、貧しい農民が裁判事件を起こすというのはとても大変なことなんですけど、
そこまでやって、まあ、裁判ではどうにか勝ってですね、自分の完封を守り通した。肩頭。はい。で、その息子、つまり黒羽幸太郎のお父さんも、その教えを引き継いで亡くなるまで完封、肩頭を貫き通したと。亡くなったのが、復帰の 2,3 年前ですので、一番最後まで沖縄の肩頭をやっていた人物は黒羽幸太郎のお父さんじゃないかなという話もあります。この辺は前回のちょっとあの復習なんですけど、まあ、それから黒羽幸太郎は、まあ、貧乏の子だくさん八男一女の長男でしたんで、13歳で出地方向に出て、まあ、宮古島に渡って、そこで大工を集めてその棟梁になって仕事を任されるようになったと。で、随分儲かったようでね、一時期はあの料亭の女性とも浮き名を流して、そこで、徴兵制で徴兵される時は、まあ、料亭で三日三晩のどんちゃん作業した上で熊本の工兵隊に入ったと。まあ、幸い彼はあの大工やってたんで、その工兵隊に行って、その工兵隊で2カ年間、兵役を務めて東京に出て、大手の建築会社の下請けを棟梁としてやるようになったと言われています。で、ある程度お金を貯めまして、沖縄に戻ってくるわけなんですね。そして沖縄に戻ってきまして、当時沖縄ではあの建築業の元請けをする人は少なかったんです。資格を持っている人も数少なかったんですね。ほとんどが本土業者がやってたわけです。で、黒羽幸太郎は自分たちは元請けの資格を取りたいということで頑張ってその資格を取って、黒羽組の看板を上げたのが1931年の7月2日だと。これ先週ですね。で、 なぜ7月2日なのかと言いますと、実はこれはあの第1号の請負契約した日をですね、創業記念日というふうに定めたということなんです。で、その創業第1号の請負の工事は黒羽幸太郎の 母校、まあ、くしくも母校でありました、国頭村の国民純情高等小学校の校舎建築工事を初めて請負ったということだったらしいんです。まあ、それにちなんで7月2日が黒羽組の創業記念日だとなってるわけです。で、その後黒羽組はいろんな建築事業を広げていくんですけど、彼があの有名になったのはですね、明治橋の架橋工事、明治橋を架ける時の工事で、この工事はとても難工事だというふうに言われていて、本土の請負業者もなかなかあの応札しなかったらしいんです。で、県はこの工事をやってくれる業者がいないんで、とても困って黒羽組に頼み込んだらしいんですね。で、本土の大手業者は、必ず県の方から値段を上げて、やってくれてくるだろうというふうに高くくっていたんですが、黒羽組があの県の最初の価格でそれを引き受けたんで、まあ、予想外のことでびっくりしたらしいんです。で、それをその工事を黒羽組がやったんですけど、やはり難工事でしてね、その間建築物資が値上がりして相当な赤字を出したらしいです。でも赤字を出しても期日に間に合わせて、完工したということで彼は評判が上がるんですね。そして、そのなんて言いますか、あの約束を守るんだということが評判になって、いろんなところから呼ばれるようになったと。とりわけ、戦争が近づいてきますと、軍の工事、日本軍の飛行場だとかいろんな工事も黒羽組の方に集中するようになりまして、かなりね、巨額の資金を持つようになったらしいんですよ。で、戦争の直前、沖縄戦直前には彼は陸軍の航空本部に呼ばれて東京に行くわけです。で、家族は九州の方に疎開をしたんですけど、結局その間に沖縄で戦争が始まってしまって、黒羽幸太郎は戻らないままになっちゃうんですね。沖縄に残っていた兄弟の黒羽幸吉さんという方がいまして、彼は沖縄戦が始まる直前に黒羽組を解散をして、やはり巨額のお金を持っていたらしいんですので、まあ、それをみんなに分けて、トラックを購入して、それに食料品をたくさん詰め込んでやんばるに疎開をしたと。一族とか、あるいは従業員まで行ける人は引き連れてやんばるに逃げたということらしいんです。
でそこで、クーバ一族の方々はどうにか沖縄戦の中で生き延びていくわけなんですね。で本土にいた山本クーバ幸太郎はどうにか沖縄に戻りたいということで、当時沖縄への渡航は禁止されていましたので、密航船を購入しまして、それで沖縄に持ってくるわけです。また、九州にいた時に、沖縄の疎開民たちを救済するために、その救済施設を作ったりですね、あるいは糸満の漁民たちを集めて船を与えて漁船団を作らせるとか、あるいは沖縄救済のための沖縄協会という財団法人が設立されたときに、その資本金はほとんど久保幸太郎さんが寄付したと言われています。さて、ヤンバルの方に逃げた弟の久保幸吉たちは幸いたくさんの食料品を持ってましたんで、それを地元の人に分け与えてかくまってもらうわけなんですけど、当時ヤンバルには宇都部隊という、宇宙の宇に土の宇都部隊と言われる部隊がいて、住民から食料を巻き上げるということを悪行を重ねている有名な部隊があったんですけど、この部隊の将校が久保幸吉さんのところに来て拳銃をつけてきて食料を出せと脅かした事件があったらしいですね。で幸吉さんは金も密かに持っていたピストルで威嚇射撃を逆にするわけですね。そうすると周りにいた久保組の若い人たちが、日本兵が捨てていった小銃を持ってですね、その将校を取り込んだという事件があったと。で将校は頭を下げてお詫びをして、部下に食わせる飯がないから少しでも分けてくれと、それで少し分けたとかいうようなエピソードもつながっております。そういう中で米軍がこの黒馬幸吉たち、あるいは黒馬組の生き残りの人たちを探しているという情報が入ってきまして、米軍の飛行機からの宣伝ビラで、黒馬幸吉たちを出頭するようにというビラが巻かれたらしいんです。で情報提供者には経費も出すと。でこれを聞いた黒馬幸吉たちは、自分たちは戦前の日本軍 の, 軍基地の建築工事に携わったんで、多分戦犯として追われてるんだと。で逃げ回ったわけなんですけど、結局後々で、分かったのは、米軍側は業者なんで先輩扱いはしないと。ただ沖縄の復興とか、あるいは米軍の工事の時にどうしても建築業者が必要だということで、国防組の人たちを探していたというのが分かったらしいんです。それで、米軍に、米軍のところに降伏するということになりまして、その頃に久保幸太郎さんも本土から、闇で買った船に乗って沖縄に渡ってくるわけですね。でお会いをしまして、米軍の高官たちとも会って、沖縄の復興のために協力してくれということで、戦後のですね、久保組のスタートが生まれたということになるらしいんです。でその時に、久保幸太郎は、自分はうちのアンチなんで沖縄のために帰ってきたと言うと、米軍の高官は、あなたに仕事をあげようと、仕事はいくらでもあるというふうに言われたらしいんです。で最初の仕事は、ほとんどの人が沖縄ではもう住宅がなくなってましたんで、軍の規格住宅というのをどんどん作っていったわけですね。茅葺きにベニヤの板の、一軒6坪余りのとても小さな家なんですけど、これをたくさん作っていたと。で半年後には那覇軍港の港湾利益業務、いわゆる船から荷物を下ろす仕事ですね、これをぜひやってくれというふうに要請されたらしいんです。でその頃の沖縄は、住民たちは収容所に住んでいて、軍の配給物資で生活を過ごしているという時期なんですね。だから軍の配給物資の港からの利益、上げ下ろしをどうするかというのはとても重要なことなんですね。沖縄の全ての県民、あるいはアメリカ軍たちも、この利益作業によって生活が支えられてたわけですね。そして、米軍からこの那覇軍区の利益作業の取りまとめを依頼を受けた久保幸太郎は、その仕事に行くわけですけど、1945年の5月1日にはこの港湾作業員が進むエリアっていうのが那覇軍港周辺にあったわけですけど、そこを
特別にですね、軍の指示で港村という村ができちゃうわけです。村ができてもこれは普通の市町村とは違って、軍の指示監督下にある村なんですよ。とても特殊な村なんですけど、で国防高等はその村長に就任をします。でその時の村長の給料が月600円らしいです。で当時の琉球政府の知事の給料が800円、ですからとても高級に見えるんですけど、当時は配給で生活していた時代なんですよね。でタバコが一ボールでいくらかというと、タバコ一ボールで100円、ですから知事の給料でもタバコを8ボール買うとなくなってしまうということで、この お金が多く見えるといっても実際の生活にあまり関係ないような感じでね、実際には、ずっと前にも話しましたけど、戦火ギア、このアメリカ軍の物資を盗んでいくという人たちが大活躍をしていた時代だったわけなんです。で荷役作業は当初はですね、日本軍の捕虜がやってたんです。でその捕虜がどんどん日本に帰還していくと、アメリカ軍はこれをどうしようかという時に、この国場組の国場高太郎さんに目をつけて、ぜひ、あなたの方でやってくれと行くとなったわけなんですが、非常に待遇は悪かったらしいですね。捕虜がタダでやってた仕事、これを民間にさせると、日当は非常に安くて重労働だと。で田野地区で復興の工事が増えてくると、人はどんどんその方向に移っていって人が集まらなくなったらしいです。で沖縄からはこの妊婦たちの待遇改善をどうにかやってくれと言うんですけど、アメリカは聞かなかったんですよね。そうするとアメリカは、もし人が集まらなければそれはお前たちの責任だから、住民に対する物資の配給をやめるぞという脅しをかけたわけですね。で沖縄の各市町村の人たちが集まりまして、それぞれの地区から割り当てで人を出すというふうに決めたんです。で最低1日2000人の妊婦を確保するという約束をしたんですけど、人はどうにか強制的に集めたんですけど、今度は欠勤者が増えるということで、これに怒った米軍は、ちょっと荒治療をするんですよね。ショック療法といいますか、配給停止を指示してきたんです。沖縄の人たちが配給で生活をしていた時期に、その配給を停止すると、であちこちにあった売店も全て停止すると。ただし病院は別ですよとかですね、あるいは琉球政府とか軍政府に雇われている人たちは協力的である人たちだけには配給は支給するということを打ち出したんですよ。でこれは全流みんなびっくりして相当怒ったわけですね。これに対して猛烈な抗議をしたわけです。でその時に、国場高太郎は各市町村に、じゃあ皆さんの方で薪と芋を出してくれと。そしたら自分の方でどうにか荷役作業が支障なく行われるようにやりましょうということをやって、この配給停止を乗り切ったらしいんです。薪と芋がですね、この荷役作業を継続するための支援物資、支援条件になったということですから、当時の生活がいかに貧しかったかというか、ね、苦しかったかというのが分かるかと思います。でその時にですね、沖縄側からはこの荷役作業を請負作業にしてくれと、米軍が直轄するんじゃなくて請負にすれば沖縄の人たちもやる気が出るだろうと。でその時の条件として出たのが、賃金の人種差別をなくすことということだったらしいんですよ。同じ内容の仕事をしていても、例えばフィリピンとか本土の人とかは高いわけです。沖縄の人たちは賃金が低いというのがあったんで、これに抗議をしてどうにか認めさせてわけです。で米軍は請負制度を導入するということを決めて、国際入札を行ったんです。でアメリカとかフィリピンの業者がこれに応じましたけど、最後は国場組がこれを引き受けて、港村は米軍の直接管理から解放されて、国場組が利益作業を請け負うということになって、港村というのは軍の直接管理から解放されて那覇市に編入する。